こんにちは。バーチャルソリューションアーキテクトのし田です。この姿については以前ブログで書いているのでそちらを読んでください。概要欄にリンクは貼ってあります。わわ自己紹介も終わったところで、本日は量子コンピューターはじめの一歩というタイトルでお話しさせていただきます。さて、 いきなりですが、量子コンピューターと聞いてどんなイメージが頭に浮かびましたか例えば、名前の互感的にとにかく凄そうなイメージがあったりするかなと思います。また、本や映画で予想外の凄いことをする装置として登場するイメージがあるという方もいるかもしれません。逆に、得体の知れない凄さのイメージから怖いと感じた方もいるのではないでしょうか。 さて、これから量子コンピュータの話をしていきたいのですが、その前に決めておきたいことがあります。それは、今回のゴールについてです。この動画を見て、量子コンピュータに関する読むべき本に向き合えるようになることを、今回はゴールとして決めたいと思います。なぜこんなゴールにしたのかについて、少しお話しさせてください。もともとは、量子コンピュータの原理や、量子超越性の話などをしたいと考えていました。 ところが、様々な記事を読んでいると、量子コンピュータについて誤解されていることがちょくちょくあるなと感じました。例えば、量子コンピュータを単純にスーパーコンピュータと比較していたり、量子コンピュータが全てを塗り替えてしまうと考えられていたり、そのせいで脅威として扱われていたりといったことが当てはまります。かといって、一朝一夕で量子コンピュータを誤解ないように理解することは大変難しいです。それには後でお話ししますが、 直感だけでは理解できない物理現象を扱うことが必須になってくるからです。このため、そもそもいい本があっても、その本を読むための前提知識が必要となり、敷居が高くなりがちなのではないかと思いました。蒸気のような誤解を解き、量子コンピュータを理解するためには、より前提となる知識を身につけることがまず必要だと思いました。そして、この動画の最後の方では、おすすめの本やブログ、ホームページを紹介します。 これらに向き合えるようになるところまで今回話をすることができればいいなと思っています。というわけで、量子コンピュータ、本当に初めの一歩についてお話ししていきたいと思います。まず、先ほども少し話しました、量子コンピュータに言われがちな誤解を解いていきたいと思います。例えばこのような誤解があります。量子コンピュータが完成したら、スーパーコンピュータはそれより劣っているためいらなくなってしまうのではないか といった誤解です。これについては、そもそも仕組みが違うので単純な比較はできないです。後半にお話ししますが、量子コンピュータは現在のコンピューターと異なる原理のビットを用いて演算を行っています。一方で、スーパーコンピュータは現在の私たちが使っているコンピュータの性能をマシマシにしたものと考えてもらえると分かりやすいかと思います。そして、 量子コンピュータがスーパーコンピュータにとって変わると言われるのは量子超越性という量子コンピュータが現在のコンピュータと計算で競争して量子コンピュータが勝つことが実証されたことから生じた誤解かと思われます。具体的には量子コンピュータの特徴を生かした分野では量子コンピュータが現在のコンピュータを上回るということが実験で初めて証明されたわけですから。 ただ、量子コンピュータにも種類があり、万能に何でも得意とするわけではないため、完全に量子コンピュータがスーパーコンピュータにとって変わるようなことは、現実的にはあまりありえないことだと考えられます。他にもこのような誤解があります。量子コンピュータは素因数分解を得意とするため、現在の暗号化技術をすぐに破壊してしまうのではないかという誤解です。確かに、 現在大きな桁数の数の素因数分解には時間がかかることから安全性を担保されている公開鍵暗号というものがあり素因数分解が量子コンピュータの得意領域であることからいずれは公開鍵暗号方式の安全性が担保されなくなる可能性はありますこれについては今すぐにそのような制度を持つ量子コンピュータの実現はあまり現実的なものではありませんまたいずれその時が来るとしても 対量子暗号技術が研究されているので、不必要に騒ぐべきではないのではないかと思います。さて、誤解を簡単に解いたところで、まずは量子コンピュータの概要を理解する前段階の話をしていきましょう。そもそも量子コンピュータはどういう定義のものなのか、これを確かめるために辞書を引いてみることにしました。デジタル大事線にはこのように書いてありました。 量子コンピュータとは量子力学の原理を応用したコンピュータを指す言葉だそうですこれにはまだ続きがありそこには量子力学的な重ね合わせの状態にある量子ビットを演算の基本単位とするといった内容がありましたこれなんとなくわかるようでなんとなくわからないですよねもやっとしませんでしたか先ほどのデジタル大事前の説明を現代のコンピュータと量子コンピュータを比較する体で噛み砕いてみます すると量子コンピュータとは今存在しているコンピュータと異なり現代物理学である量子力学の原理を応用したコンピュータということが言えますさらに続きも噛み砕いてみました量子コンピュータは古典物理学になかった新たな物理現象を用いたビットを基本単位として扱っているということになりますここで一つだけ補足があるのですがここで出てくる古典とは古いという意味ではありません 現代に成立したコンピューターや物理学と比較してこう呼ばれているものです。なので、本を読んだりするとよく出てくる古典コンピューター、古典物理学というときには、決して使えなくなってしまった古いものであるというために、古典と呼んでいるわけではないことを覚えておいてください。ここまでで全体的に噛み砕いて量子コンピューターの輪郭をつかんだところで、先ほど出てきたもやっとしたであろう単語そのものを噛み砕いてみます。 ままずは量子力学を噛みみ砕いてみますつまり古典力学で扱うのは例えばトロッコそのものの物理現象で量子力学で扱うのはトロッコを構成している原子の物理現象ですそして察しのいい人はここまでで分かったと思いますが量子とはミクロな原子や 原子を構成する電子、陽子、中性子などを指す言葉です。その量子は観測するまでは状態が確定しないとされ、それぞれの状態を量子力学独自の確率を表す数式で表現することができます。このように、ある状態が確定していないということを重ね合わせと定義しているのです。この重ね合わせをコンピューターの世界に持ち込むと、 情報伝達で使う0と1のビットが重ね合わさった状態を生むことができます。このような重ね合わせを実現できるビットを量子ビットと呼んでいるのです。カウンタムビットということから、量子ビットはよく9ビットと呼ばれています。なるほどわからん、と思ったでしょうか。でもその、なるほどわからん、という感覚は正しいものなのです。量子力学は、 このように直感で理解しがたい現象を記述するために生まれた新しい物理学。だから、こうして噛み砕いてもよくわからないように感じるのは、とても当たり前のことなのです。ここからは、さっき話した量子力学の前提が成り立っている、ということだけ覚えておいて、量子コンピューターについての話を聞いてください。もし、それがどうしてもつらいと思ったあなたは、ぜひ量子力学を学びましょう。すると、幸せになれると思います。 量子コンピューターは今までのコンピュータと違い、先ほど説明した量子ビットを使うのだけれども何が嬉しいのでしょうか。これには同時に扱える計算量が増えるということが挙げられます。例えばビットが2つの時を考えてみましょう。今2つのビットがあります。それが0と1というビットだったとしましょう。コンピュータは論理回路を持っており、 これらのビットを用いた論理演算を行うことでさまざまな計算を行っています。同じように今度は量子ビットが2つの時を考えてみましょう。この時量子ビットは0と0、0と1、1と0、1と1のどれになるかということは観測するまで確定していません。これを利用して量子コンピュータは同時に扱える計算量というものを増やすことを実現しているのです。 これににについいいてははより正確に表現するる量子力学で用いる気泡を用をいないと表現できませんなので改めてここでは同時に扱える計算量が増えるということで量子コンピューターは新たな領域を開拓しようとしているということを覚えておいてもらえると嬉しいです <laughs> さて量子コンピューターの下地も下地の背景を知ってもらったところで最初にお話ししました。 量子コンピューターについて正しい知識を学ぶためにおすすめの書籍、サイトを紹介していこうと思います。それぞれリンクは概要欄に貼っておくので、動画を見終わった後にそちらも見てください。まず、この動画を見た後に読んでほしい本を紹介します。この、驚異の量子コンピューターという本は、体系的に知識を得やすくとても読みやすい本です。昨年末に出てすぐに買ったのですが、 この本を何よりも最初に読みたかったと思ったのでここでお勧めさせてもらいます次により量子コンピュータの本質に迫りたい数式を用いて理解を深めたいといった人に読んでほしい本を紹介しますこのみんなの量子コンピュータは量子コンピュータの原理そのものよりも量子コンピュータを成り立たせている理論の導入本です行列あたりの数学知識があれば 大学入ってすぐに履修するような線形代数などの知識を学びつつ、量子コンピュータ周りの知識を身につけることができるのでおすすめです。次に、量子コンピュータの本質を知るための量子力学の知識が欲しい、という人に読んでほしいブログを紹介します。こちらのブログには、量子計算の考え方を理解するために、最低限必要な量子力学の知識をうまいこと導入する方法について考えてみた、 という一連のエントリーがまとまっています。とりあえず量子コンピューターについて学ぶために、線形代数のあたりの知識を持っている人が、量子力学の知識を腹落ちさせたいという時に読むのをお勧めしたいブログです。次に紹介するのは、そもそも量子力学を学ぶための物理学知識から学びたいという人に読んでほしいブログです。エマンの物理学は先ほど紹介しました。 中井さんのブログやみんなのコンピューターを読むときにも役立つブログです。物理学科の人ならおそらくお世話になったことのある人も多いのではないでしょうか。最後に今回の動画より量子コンピューターについて掘り下げてあり、またクラウド界での量子コンピューターについての話などもした時の私のブログを紹介させてもらいます。こちらは今年1月に弊社の勉強会であるあきま .aws で登壇した時のブログです。 AWS での量子コンピューティングサービスとして発表されている Amazon ブラケットの話などもしているのでよかったら読んでみてください。最後に今回お話しさせてもらいました私のプロフィールを紹介させてもらって終わりにしようと思います。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、動画やブログのシェアもよろしくお願いします。